はい、皆さんこんこにちはえー、質問なんですけどもーチさんやサゴさんはよく誰でも募集ラウンジを、えー、配信中にしてていろんなランク帯の人が入ってくるんですけどその中にはアルマス・ウォーロードの人もかなりいますしかし2人ともそんなつわもの相手にも8割、えー、9割方勝ち越してしまいます自分も一応スト5やってて一応ウルダイではあるのでアルマス・ウォーロードはいかに雲の上の存在なのかは理解してるつもりなのですがプロゲーマーと、えー、アルマス・ウォーロードではどこにそこまでの実用さがあるのでしょうか えーっとまあすごい確かに差はあるねまあ単にその細かいだか強いやつに勝てるかどうかって話なんですよね例えばそのアルマスとかウォーロードってその別にアルマスとウォーロード同士で対戦してアルマスとウォールードになってるわけじゃないんですよね例えばウルダイとウォーロードの人ってまあ差がまあまああるとしてでウォールードの人はウルダイの人に勝ち続ければポイントは上がり続けるんですよねだから別にそのうん 強い人対強い人との対戦を別にそんなにしてないんですよねランクマって正直でやったとしても三先でたまにやるだけでそんなに攻略をがそこで詰まってるわけじゃないからうんでやっぱりその結構格差がやっぱあるんで大ヤ以上の人が増えてるんで、まあ、悪い言い方すると弱い人を勝っているだけでいけちゃう、うんまあ弱い人って,っても十分強いねんけどそのプロ はややっっぱもっと上にいるわけやんでそのプロに対して勝とうと思った時にそのランクマのキャラ対策レベルやとやっぱりきついまあ勝てないまあ実際かなり差があんねんけどその今プロになれてるぐらい大会でその実績が出せるぐらい強い人とまあやっぱりランクマでアルマス・ウォーロードの人ってまあ単にキャラ対策の細かさとかっていうのはかなり差があると思いますそういう理由で。